あれ全くなくなるってどうなるんでしょうね今正直アニメ見てこの番組は有料配信であることを隠れ蓑にした公共性は低く聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です ですもうこの現場離れてたんでこれ聞くの久しぶりですけど声優って本当寒い寒いいんだから吹き出し口が声優特徴ですよこれここすごい寒いんすよ揶揄されてましたよ声優ってスタジオが寒いっていうのあるあるだいうて誰にんかでネットかなんかで。 揶揄されてましたよ。声優あるある。まあ、だって実際そうじゃん。なんで短パンでいられるかわかんない。いやいや、我慢せいちってんのよ、俺は。いや、だから、ここは我慢できないって。え、なんですか。え、聞こえてねえの。そこと多分全然違うって。マジ冷蔵庫みたいだもん。いつもしちゃいますね。二人は。そっち寒くないんでしょ寒いの。あ、郁美さんも寒い。やっぱ寒いんじゃんよ。 あのね、はい、最近の若者たちはもう学校でその、うん、まあえっ、ー、と徒競走やってもおててつないで全員で一緒にゴールしましょう1位につけるのやめましょうみたいなこと言って努力しななないい根性がないもうダメなんですよだからあなた方はまだ年寄りなんだから我慢しろ何でもかんでも。 あれなんだこれ <laughs> どこ見て <laughs> どこ見て喋ってんだよ <laughs> あでもちょっと緩和してきましたね寒さはねうん、まあ、上は切ればなんとかなるのに下が寒くない,はい、はい、下いやまあうんえ短パンですかちょっと足首見えてます<ー>ふくらはぎ見えてますけどさ,さっき寒かったんですよ1本目終わって喋ればんれば喋ればねなんればねとかなるっていう感じでもないぐらいの寒さでしたよね <laughs> ね、ちょうどいいって感じです、うん、僕は山さんちょうどいい後半めっちゃ寒かったよ、ねはい、寒かったですねそう寒っ <laughs> スタジオの端っこの方でセリフ言えずに待ってるみたいな <laughs> 我慢せ <laughs> 我慢をでもほら我慢しなくていい番組じゃんこの番組おお<ー> <laughs> <laughs> 休みたい放題だしそれはまあ我慢とは違うね違うの、うん、それは その。気合の。<laughs> 何言ってんだいじゃあ、気合入れてこいよ。舞台中も。無理無理無理。無理無理無理。セリフが全部抜けちゃう、こんなとこ来たら、こんな悪条件のとこ来たら、もうセリフ抜けちゃう。<laughs> どういう悪条件なの。もう何もかもが。<laughs> もう寒いしね。そうです。悪条件の一つじゃ。スタジオって。 僕は最近全然行ってないんですけどあの寒いですかまだいまだにもういる時間が短いからそうですねあんま気になんなくなってきませんね日で撮ってるからじゃあこういうラジオで1時間も2時間もいられるところがやばいかやばいここのスタジオはちょっとやばいえそういつも言うけどやっぱそっちがそっちから吹き出してこっち抜けんのかな分かんねえけどただそこから出口に近いじゃんからっぱださ ストーブ入れてもらえば。ストーブは入れなくていい。<laughs> ストーブ単純に空調を切ってくれればいい。うん、まあ、でも空調切るのはまずいのか。空気の瞬間だったりとかね。難しい時代になりましたね。難しい時代ですね。ね。いつも本当にあの。えっ、ー、と、舞台の時も言ってたんですけど。はい、もうこのまんまね。うん、ずーっとコロナ。で。お客さん来なかったりなんかしたら。うん、あのー。 この世の中がどうなるんでしょうかねっていう話をしてて僕らも掛け合いやったから面白いアニメってできてたっていうイメージあるじゃないですかで先輩のなんかお互いに影響を受けてそうそうそうええやつ芝居した時にうわと思って上がっていく時同じ空間ってやっぱ違いますもんね全然違うからねでその1日だけで成長できるっていう人もあるぐらいね あの影響を受けるときあるじゃないですかあれ全くなくなるってどうなるんでしょうね見当もつかない <laughs> 今正直アニメ見てあの掛け合いのセリフが全く温度差があって、うん、全然違う温度で芝居やってて、うん、それが喋ってるからさ俺は違和感しかないんですよ、うん、だから あれを普通の人が見てそれでストーリーとして見,見ていけるのかなと思ってうんそもそもゲームとかの媒体だと、うん、もうずいぶん前から一人でやってるじゃないですかでもその頃からもうキャラクターの掛け合いの温度差ってずいぶんっとあったと思うし,し、ねうん、ユーザーさんなんかそれを見てるわけだし、うん、からそういうもんだなって思ったら、うん、違和感ないのかもしれないですね。そうなんだ、うん、も どうなんすかね、うん、もうなんかいろんなものが細分化されすぎちゃって、うん、まあ例えば劇場にかかってる作品もそうですけれど、うん、すごいクオリティの高いものが劇場かかっててっていうのがイメージありましたけど、うんうん、今なんかもう劇場の中でも優劣というかまあネットフリックスとかもあるからね。っていうかもうジャンルの細分化がものすごく行われちゃって、うん、ちょっとこうなんか。 自分は知らないけれどもこれすごい人気の作品なんでしょうとか、うん、自分は全く知らないけれどもこの人人気なんでしょうとか。 いう人いっぱいいるじゃないですかどの業ああもあ、ねはい、ありとあらゆる細かいジャンルの中での成功者みたいな人気者みたいのがいっぱいニッチな感じっていうふうに昔は言ってたけどそうじゃなくなってるのね、はい、ニッチじゃないですもんねジャンルですもんねどこがメインストリームか分かんない感じになっちゃってな、ね、なんかちょっとなんかもうジャンル分けが細かくなりすぎたる上に そこでの活躍してる人がどういう活躍をしてるかも全く分かんないから,だから声優っていうジャンルの中でもあの例えばなんか人気ベスト10とか出されてもうん、うん、半分くらい知らんちょっとね <laughs>、うん、ほってなるよねちょっとごめんなさい僕本当この方存じ上げないですって。ね、あるある代表作見ると、うん、まあアイドルものとか、うん、そういうものにおいてそか人 ン人気のジャ声優っていうとアニメ出ててじゃあ例えばアニメだったら何出てますとかっていうふうに言ってもすごい人気作まあ僕らが考えるじゃあ例えばジャンプ作品とかっていうことではなくこのコンテンツのこれがアニメ化してこれも出てますみたいなごめんなさい俺それ知らないわっていう。あるねはい どこでいいつやってるっててるう <laughs> <laughs> まあそれすらもうねもう媒題が山ほどあってうそうなんですよだからもうちょっと細分化されすぎちゃって <laughs> もう分かん…声優だったら知ってたはずなのに前はもう僕らでも分かんないっていう感じになっちゃってますよねこの同じ事務所の人でも分かんないもんねうんもはやうん会えへんしねこれはしばらく会わんなっていう話聞いたら分かるねんけどねしばらく会っててね <で>どんな,んな活動してんのか <laughs> そうみんなどういう活動がしたくて声優になったのか分かんないけどそ,うだ、ね、それは思います、はい、で僕らが思い描いてる声優像と今の若い方々が思い描いてる声優像がどれぐらい乖離してんのかっていうのはちょっと調べてないから分かんないんですよ、うん、だいぶ違いますよねかもしれないですよね何を YouTube やってるって言いだしたら何になりたいか YouTube や, <laughs> YouTube やってるしね でもそれは対応していってるからすごいなと思うんです <laughs> ヤングさんとかは今はね多いからね YouTube やってる人もねうそうそうでも分かんなくなってきちゃってど,ど,どういうものが声優だと思ってますかみたいな <laughs> まあ人それぞれだしそのどれが売れてるかまあ昔はねその一番金稼いでたやつが偉いって思ってたけど 今もかかんんななないいすね声優の誰々さんがみたいな感じでネット記事によくなるじゃないですかで俺全く知らないなこの人って知らないなと思うんですけど売れてねんででもまあんとなく察するのはあここの事務所でいらっしゃるんですねああかりますっていう要はまあこっちの業界じゃないけどもアイドル的なっていうだから 事務所の方だったりとかすると、やっぱり記事になりやすいんですよね。そうか、そこもあんだな。話題性ね、話題性です。まあ、テレビ。まあ、もしかしたら。事務所的な。まだ九分だから、やめとく。今日何時からモンハンやる。何時からモンハンやるか。帰ったらすぐやろうよ。帰ったらすぐやろう。あ、でも、ご飯。今日ないから。あ、今日ないです。あの、疲れてるから。やりたくない。あの。 やめてくれたやめてくれと言って俺は言ってないよ言ってないの俺は行くつもりだったんだけど事務所が事務所がもう今日はやめてきて全然朝までモンハンやって手ができるけどねそうだよねあ十分過ぎたほら九月十九日更新分のおしゃごは最近の声優さんについていろいろ話そうと思,思いましたがまだ九分だったのでモンハンの話をしましたそれから新作ガンダムの話をしています途中で小野坂さんがガンダムにかけて最悪な発言をします <laughs> それはもうカットしててください ゾンビハンタイムでは小野坂さんが体長1 0メートルのクマゾンビガッテムゾンビお父さんの連合軍ゾンビと戦います3人のお気に入りのサラダを教えてほしいという内容でしたが中に1人サラダを食べない人がいました <laughs> 小野坂さんの芝居を見に行った時に神谷君を襲った悲劇についても話していますほんと嫌な気持ちで芝を見てやめろよ